初めて書き込みます。お見苦しいところがあったら失礼します。不動産屋の賃貸専門を仕事としております。拠点が新宿なので様々なお客様がいらっしゃいます。風俗、アイドル、モデル、水商売、外国人、おそらく振り込め詐欺を仕事にされているような方など、わけありな方からちょっとした有名人まで様々な人がいます。某有名アイドルユニットの女性も来たりしましたね。前置きが長くなりましたが、そういう住人が多いせいか、新宿界隈のマンションというのは、まさにカオスと呼ぶにふさわしく、何個か曰く付きのものがあります。その中でも特に不思議だなと思う物件が何個かあるのですが、今日はそのうちの一つを紹介したいと思います。そのマンションは、まさに歌舞伎町周辺の風俗や水商売にもってこいの立地にあり、若干古いんですが、バブルの頃に建てられたため、割かし豪勢な作りで、家賃もそんなに高くなく人気物件があります。ただ、なぜかある一部屋だけ、入居された方が、失踪、不審死、自殺、他殺そのどれかで退出されるという部屋があるのです。入居される前に以前そういうことがあったとは、もちろんするのですが、皆さん全く気にしないと入居され、数ヶ月すると上に書いたような理由で退去になります。皆さん入居前は明るく元気なので、またか、という感じで、何が理由かはわかりませんがお払いもしたらしいのですが、効果はなく未だに負のループは収まってません。一体何が原因なんでしょうね、不思議でたまりません。対して怖くなくて申し訳ありません。また需要があれば時間ある時に書きます。自分の会社は基本的に仲介業務を主にやってますが、他に自社で借り上げた物件がいくつかあり、収入はかなりあるのに、源泉徴収が出せなかったり、未成年だったりで普通なら審査落ちになりそうな人に、借り上げた物件を貸したりしてるので、仲介と管理もやってる感じです。例の何人も連続して、失踪、自殺、他殺、不審死が続く部屋は最初に書いた通り、大変人気物件なので、ちゃんと告知して、普通に皆さん入居します。この部屋に関しては仲介なので、毎回自分の会社が入居者を入れてるわけではないのですが、管理会社から空き物件情報が来て、理由を聞くとまたかよって感じです。確かに入居者も訳ありな方が多いとは思うんですが、同じマンションの住人大体皆さんそんな感じなのに、トラブルがあるのはその部屋だけって感じなのが不思議です。ちなみにそのマンションは大久保周辺にあります。それと、東新宿の方に幽霊目撃多発のマンションが一つあり、共用廊下に出るらしいのです。場所柄、このマンションはキャバ嬢、ホストが住み、彼らは深夜に行動することが多く、目撃回数が半端ないらしいです。それもはっきりと見えるらしく、何度か不審者がいるとのことで警察を呼んだ方もいます。もちろんクレームも来ます。自分は幽霊を見たことがないのですが、一度だけこのマンションで怖い思いをしました。それはまた時間があり需要があるようでしたら書きます。このマンションも所有者が3回ほどお払いというか、土地浄化祈願みたいなものをしましたが、無駄だったようです。